こんにちは、影村です。今日はバイアリスさんのプレミアムセレクション富士リンゴアップルジュースの動画ご一緒にご覧いただきたいと思います。はい、そういたしましたら、まず原材料名の方からご一緒にご覧いただきたいと思います。リンゴと香料ということですね。その上、アップルジュースの説明ですね。富士リンゴ果汁の実を使用した、のみを使用したですね、すいません。甘みが強く香り豊かな 100% ジュースですということです。その下、カロリーの方は 100g あたり 48kcal ということですね。はい、こちらがバイアリスさんのプレミアムセレクション富士リンゴの中身です。なんか細かい泡がいっぱい出ているんですが、何でしょうか。ただの空気ですかね。見た感じ、そうですね、もうアップルジュースっていう感じなんですけれども、白濁りのアップルジュースもあったと思うんですが、これはそうですね、ちょっと透明感の高い、感じの色合いをしております。香りは、すごい匂いものすごい美味しそうないい匂いがしてまいります。それでは味の方チェックしてみたいと思います。あ、うまうまい。あ、コクがもうすごいギュッと詰まった感じで、この富士リンゴですよね、の美味しいところだけ、ギュッと詰め込んだ感じで、匂いもすごいいい匂いがしてまいります。すっごいまろやかで、甘さはほどほどでいい感じじゃないでしょうか。美味しいです。ちょっともう一回チェックします。あ、アップルジュースでしみるうまさですねすいません、何を言ってるんでしょうか。そうですね、すごいまろやかで、すごいコク深くて、後味まったり癒される感じですね。美味しいです。バイアリスさんのプレミアムセレクションの富士リンゴですね。これは自販機でゲットしまいりました。キリンさんの自販機、じゃあアサヒさんの自販機ですね。すいません。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。